その日、俺はカラスに敗北した。今日は本当にありがとう。俺の家はこっちだよ。うん。俺はシンジ。この日、俺は大好きな同級生のミナミちゃんを自宅に呼ぶことに成功した。次のテストはどうしても落とせないなと思ってさ。力になれるといいな。勉強を教えてもらうという名目で、なんとか誘うことができたのだ。この日のために部屋も綺麗にしたし、1万円もする美容室に行って髪をカットしてきた。準備はバッチリ。これから二人きりで最高な時間が始まるはず。しかし、思わぬアクシデントが起きたのだ。なんじゃこりゃ。俺の家の前が生ゴミだらけになっていた。女の子は細部まで清潔感を気にする生き物だ。こんな状態で家にあげられるわけがない。こら、何やってんだ。俺は怒りのままカラスに向かって突進し、あっち行けこら。必死でカラスを追い払おうとしたんだけど、やめろ。カラスたちは俺めがけで一斉攻撃してきたんだ。さらに、あ、カラスが食い散らかしたゴミに足を取られて、転んでしまった。この日のために選んだ服も整えた髪型も全てが台無しになったのだ。最悪だ、こんな状態じゃ。言ってて、みなみちゃんもがっかりして、言っててててててて、あー、なんなんだよ。こっちは必死にデートプランを再構築しているんだ。少しおとなしくしていろ。いくら思考を張り巡らせても、こいつらが妨害してきてどうにもならない。こうなったら、ごめんね。さ、気にせず上がってよ。何事もなかったかのように家に招き入れるしかない。最初からこんな奴らの相手なんかしなければよかったのだ。しかし、ごめんなさい。みなみちゃんは風のように走り去ってしまった。そんな、なんなんだよ。髪の毛も部屋も綺麗にして、いい匂いにしようと思って香水まで買ったのに、こんな生ゴミ臭いやつの家になんて入りたくねえよな。そう、お前ら見てろよ。絶対にリベンジしてやるからな。その日から俺はカラス対策ガチ勢になる。やっぱタカシがいいだろう。最初に俺が試したのは、古来伝わる伝統的な対策、カカシの設置だ。カラスというのは警戒心が強い生き物だ。なので見知らぬ人が倒したカカシがいることで近づけなくなってしまうという。数日間しか効果がないとも書いてあるけど、まずは試してみるか。が、しかし、俺の家に来るカラスたちはよほど賢いのか、カカシなんて見向きもしなかった。なんなんだよお前ら。そう、あいつらのせいで千載一遇のチャンスを逃したっていうのに。俺はそれからカラス対策を調べ尽くし、ありとあらゆる対策を試してみることに。しかし俺が何をしようと、嘘だろ、カラスは光に弱いんじゃないのか。全く効果はなかった。破られている。これ、5000円した強化ネットだぞ。なんなんだあのカラスたちめ。カラスは鳥獣保護法という法律で捕獲を制限されている動物だ。いくら被害があるからといって一般市民が無許可で捕まえることはできない。俺には打つ手がなくなっていた。はあ、どうすりゃいいんだ。俺が連日のカラスたちとの戦いに疲れ果てて絶望していると、よう、どうしたんだよ、疲れた顔して、顔色悪いぞ。で、レンタロウ。隣のクラスのレンタロウが声をかけてきた。レンタロウは便利部という謎の部活に所属している。聞いてくれよ、俺の恋愛を邪魔してくるやつがいるんだ。恋愛相談か、あまり得意分野じゃねえけど一応聞くぜ。邪魔してんのはどんなやつなんだ。カラスだよ、カラス。カラス？そう、あの黒い悪魔。あいつらのせいで俺はそう言って、シンジはこれまでの戦いを語ってくれた。さすがに相手がカラスっつうのは予想外で困惑していると。随分と盛り上がってんな、野木森。秘話校一の不良と言われている男、野木森がやってきた。こいつはとても悪知恵が働くんだ。カラスね、俺いい対策方法知ってるぜ。本当か？これを見てみろよ。そう言って野木森が出してきたのは一本のボトル。その正体はデスソースだ。デスソース？赤と黒でパッケージされたそのソースはいかにもヤバそうな雰囲気が出ていた。これを食べ物に入れたら辛さでもだえて、うかつにゴミ捨て場のものを漁れなくなるはずだぜ。お、天才か。しかもこれは海外から輸入したもので、その辺のデスソースよりもさらにヤバいんだ。マジかよ。確かにこのボトルから溢れ出るヤバさ、
これはただものではない。俺の直感がそう言っていた。なんでそんなもの持ち歩いてんだよ。ま、いろいろ使えるからな。お願いだ、それを俺に売ってくれ。はぁ、正気なのかシンジ。これなかなか高い代物なんだぜ。構わねえ、1万までなら出すぞ。毎度。これさえあればあいつらに一泡吹かせてやれる。はっは、見てろよ、俺を本気で怒らせたこと後悔するがいい。本当にそんなんでいけるのか。作戦は単純だ。俺がめちゃくちゃうまい焼きそばを作り、その上にこのデスソースをたんまりかける。一応デスソースの威力を確認しておかなくちゃな。あら、珍しいわね。あんたが料理しているなんて。明日うちに雷でも落ちなきゃいいけど。カラスに食わせてやろうかと思ってね。あんた、ヒレも狂ったの。さてと、たっぷりかけてやるからな。人の恋路を邪魔するやつは、こうなる運命なのさ。試しに一口味見をしてみると。あまりの辛さに俺は全身が熱くなる。口の中は針で刺されたような痛みが充満し、一瞬にして体中が火だるまになったような、そんな感覚。しかしこれであいつらはもう終わり。ジ・エンドだ。翌日、作戦決行日、俺はゴミ捨て場にデスソース入りの焼きそばを設置した。お、来た来た。それを観察していると、いつも通りカラスたちが集まってきたのだ。よし、いつもみたいに食らいつけ。俺は期待をしながら見守るが、なかなか食わないな。まさか気づかれたか。警戒した素振りを見せるカラスたち。くそ、あいつらここまで賢いのか。しかし次の瞬間、あ、食べたぞ。1羽が食べたと思ったら、そこから次々と群がってきたんだ。いいぞ、食べろ食べろ。全部食べて驚け、そして苦しむんだ。どんなに賢くてもカラスはカラス、やはり何でも食べるというのは変わらないようだ。すると、カラスたちは様子がおかしくなる。あるものは地べたでもだえ苦しみ、あるものはその辛さを紛らわしたいのか、空中を大声で叫びながら飛んでいるのだ。これは成功だ、大成功だ。ここまでいろいろな苦労があったが、俺が勝利を確信した瞬間だった。その後、数日間毎日ゴミ捨て場を観察していたが、カラスたちは何かを警戒するようにゴミを漁らなくなったんだ。俺の完全勝利だ。この時、俺は全てが解決したと思っていた。しかしこれが後にとんでもない事態を引き起こすことになる。ミナミちゃん、俺あの忌々しいカラスたちに勝利したんだよ。だからさ、改めて家に遊びに来ない？もう俺たちの恋を邪魔する奴はいない。俺は意気揚々とミナミちゃんを誘ったのだが、ごめんなさい、シンジ君のお家には行けません。あっさり断られてしまったのだ。え、なんで？俺、ミナミちゃんが安心して来れるようにって頑張ったんだよ。そうだ、俺はミナミちゃんを家に招待する。それだけのためにカラスと戦ってきたんだ。うん、なんか誤解してるみたいだけど、別にあの時シンジ君の家の前が汚かったのが嫌だったわけじゃないの。カラスを追い払ってる姿を見て、動物に優しくできない人なんだなって思ったから書いたんだ。意外すぎる理由に俺は絶望した。これまでの俺の努力は何だったんだ。こんなもの何の意味もなかったんだ。カラスを追い払うことに成功した高級デスソース。しかし、バカバカしくなってきた俺はそれをそのままゴミ捨て場に捨てたんだ。すると翌日、俺はカラスの鳴き声で目が覚めた。いつもよりやたらと大きな声が響いていたのだ。うるさいな、何なんだよ。外に出てゴミ捨て場を確認すると、なんだこりゃ。なんとカラスたちがデスソースに群がっていたんだ。一体どうなってるんだ。あれだけ苦しんでいたはずのカラスたちがデスソースを奪い合うようにガブ飲みしている。しかもデスソースを飲んだカラスは今までに見たことがないほどのスピードで飛び回っていた。あいつらあんなに早かったっけ。あのカラスたち、デスソースジャンキーになってるな。え、っていうかどうしてここに。朝のウォーキングだよ。突然やってきたノギモリは気になる単語を口にしていた。デスソースジャンキーって。やつらはデスソースの味を覚えちまったのさ。そしてその刺激に魅了されて他のものに興味がなくなっちまったんじゃないか。そんな。
美味しいとは思えないんだけど。人間でも一定数あのデスソースに魅了されるやつはいるからな。ま、頑張れよ。この時俺はとんでもないカラスを生み出してしまったんじゃないか、そう思ったのだ。確かに今までより数倍は大きな声で鳴いている。もともと頭が良かった奴らがデスソースを飲んでとんでもねえ目をしてやがる。これってやばくね。果たしてこのカラスを世に放っていいものか、俺は不安になってきたが、ん？待てよ、これを利用しない手はないな。俺は天才的な方法を思いついたのだ。ほら、いっぱい食えよ。俺はこのカラスたちを家で飼うことにした。餌として与えるのはもちろんデスソース。なぜこんなことをするのかというと、この獰猛でやべえカラスたちが野に放たれたらいろんな被害が出るのは間違いない。俺が飼えばその心配はなくなるし、そしてなんといってもこれをみなみちゃんにアピールして動物好きとして見てもらおうっていう目的もある。俺って天才、ピンチをチャンスに変えるなんて。これでみなみちゃんも、シンジ君って優しいね。やっぱり人間とカラスは共存していくべきだと気づいたんだよ。素敵なんてことになったりして、そうすればみなみちゃんとあんなことやこんなこともほら、もっと食っていいぞ。まさかカラスで俺の恋が進展するなんて思いもよらなかった。喧嘩しない、喧嘩しない。ねえねえみなみ、この前シンジに動物に優しくできない人は嫌って言ってたけど、みなみってそんな動物好きだっけ？あー、そのことなんだけど、シンジ君がいつもやたら鼻息荒く家に誘ってきて、本当は断りたかったんだよね。こっちは必死にデートプランを再構築してるんだ。この前もいつの間にかデートってことになってたし、だから断るために適当なこと言っちゃったんだよね。あーそうだよね、カラスに優しくしてほしいとかありえないよね。さあお前たち、俺の恋のキューピッドになってくれ。何も知らない俺はこいつらとの日々を謳歌することになる。俺の恋はリスタートしたばっかりなのだ。